こんにちは、平井博明です。今回はですね、体重移動について一つ一つ解説していきたいと思います。ゴルフのスイングで体重移動しなさいと言われて体重移動してみたけど、なかなかこう正しい体重移動の仕方がわからない方やですね、あとはどれぐらい乗ったらいいのかというのが細かく知れてない方が結構いらっしゃると思いますので、今日はその体重移動の仕方、それからどれぐらいの割合でこう体重をかけるの、重心を移動するのということについて解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずポイントがですね、いくつかありまして、まず一つ目、体重移動を何対何でスイング中に行うか。アドレスが例えば5対5だとしたら、バックスイングで何対何に移って、フィニッシュで何対何に移るかということがまず一つですね。二つ目に体重移動の動き方。三つ目がですね、そもそも体重移動しない。この3つがですね、今回の体重移動についてのポイントとなりますので、一つ一つ説明していきます。まず一つ目の割合です。アドレスでまず5対5、右と左の均等な重心ですね、5対5になってて、そこからバックスイングを上げた時に右への重心がどれぐらいかかってるかっていうのを意識していただいた方がいいんですが、適正っていう数字はないんですよ。ただ理想としては右6左4ぐらいにバックスイング乗るぐらいが基本的な割合ですよね。でフィニッシュの時に左7に移し替える感じです。バックスイングで右6左4、フォロースルーで左7右3ぐらい、まあもしくはフィニッシュでしたら左8でもいいぐらいかもしれないですね。その重心移動のタイミングを合わせないといけないので、ちょっとそのタイミングを合わせながら打ってみたいと思います。リズムを意識してあまり距離は気にしてないんですが、今のイメージとしては先ほど言ったバックスイングで右6、左にフィニッシュ取った時に左8右2っていう感じの重心の移動の仕方ですね、体重移動、これを意識して今ちょっと打ってみました。ポイント2つ目の乗り方なんですが、内側に乗ります。外ではなくて内側、こっちですね、こっちにこうやって乗るイメージ。こう外側にこうやって乗るとインパクトに戻ってこれないので、なるべくこういう状態、この内側にこうやって乗るイメージです。その意識をしていただいた方がいいです。なんですぐ右に乗るんですけども、すぐこうやって左に移れる状態を作ってあげた方がいいので、あまり完璧に乗ってますよっていう状態にはしない方がいいですね。ちょっとその意識で移り方を意識してやってみたいと思います。この内側ですね、なんでちょっとこの感じでやってみます。このイメージ、ちょっと左半分が浮いてる状態、これで少し右足だけワイドにして右に乗りながら打つ、こういう意識なんかを持って右に一旦乗ってすぐ左に移れますよっていう状態を作ってあげられると、右に乗りすぎということがなくなってきます。これちょっと大げさな練習なんであまりやってもらいたくはないですが、ちょっと今分かりやすいようにやりました。普通にアドレスを構えて、この右の内もも、もしくは靴の内側ですね、イメージしやすい方でいいです。とにかく内側に重心を移動させる、右足の内側ですねに重心を移動させてからインパクトに向かう、でフィニッシュで8対2左8右2の感じで打っていった方がいいと思います。そうすると右左に重心を移して振り子のようにクラブを動かしてあげられると飛距離につながりますので、その感じをボールに伝えてあげるのが大事ですね。次にポイント3つ目、そもそも体重移動しないっていうのがあるんですけども、僕なんかは体重移動をほとんど意識してないです。ただ真ん中でくるっと回る必要もないというか、そういう意識も持ってないんです。あんまりこう体重移動に対して興味がないので、移ろうとか真ん中で回ろうっていう意識は全く持って打ってません。ただその意識を持たれている方のためにちょっと説明させていただきますけども、真ん中で回る方でもバックスイングを
5対5で上げてくださいって言った時に真ん中よりも右に回してるんで、それでも右にちょっと乗るんですよ。でそれだけで体重移動って十分なので、あまりグワンと右に乗りましたっていう感じっていうのは良くないです。5対5のままバックスイング取りますよって言って右に回っても十分体重移動はしてます。結構右に乗ってるんで、あんまり意識してこうやって真ん中にってなると今度左足にかかってしまったりするので、そういう点がちょっと注意していただきたいポイントになります。体重移動しないで打つんであれば、練習方法としてちょっとこうワイドスタンスで真ん中にボールを置いて、その重心を変えないで、こういう練習だとこう体重移動はワイドスタンスのためにできないので、あの真ん中で打つイメージが作りやすいと思います。もう一回ちょっと打ってみますね。真ん中に置いてワイドスタンスで打ってあげる。そうすると体重移動あまりせずに真ん中で上半身が回って打てるということになります。体重移動するしないっていうのはあまり正解不正解もないので、体重移動して打つ、体重移動しないで打つ、どちらでも正解だと思います。ただ気をつけていただきたいポイント、大事なポイントですね、それはタイミングなんです。映るんだったらちゃんと右に乗って左に戻してあげる。その時にインパクトで必ずクラブがまっすぐ戻ってくるタイミングにことがすごい大事なんです。これが体重移動ばっかり先行して体だけ戻してクラブが戻ってこないんじゃ体重移動してる意味がないので、必ず体重を右に乗せて左に戻すときにインパクトでゼロに戻ってくるというのが最大のポイントです。これはどの動画でもほぼ全て毎回言ってることなんですが、何やってもいいんです。ただ本当に体重移動するしない別として、タイミングよくインパクトにパチンと戻ってくれば本当それでこと終わります。なのでその意識を持ちながら体重移動をプラスしてあげると飛距離が出ますよというお話でした。こんな感じですかね、体重移動。先ほども言いましたけども、僕は本当に体重移動なんかは意識しないで打ってます。本当にリズムとタイミングだけをすごく強く意識して毎回打ってる感じです。そんなに体重移動してもしなくても同じ人が打ってるんで、そんなに飛距離っていうのは変わらないです。ただ大きく変わるのはタイミングがずれますので、ミート率につながったりとかフェアウェイキープにつながったりしますので、気をつけてタイミングを取りながら打っていただきたいと思います。では今回ですね、体重移動について動画を撮ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。